We're gonna play against France. Bonjour. いや、早かったですね、北澤さん。いや、これはまたすぐに追いついちゃいましたよね。今日は動きのあるゲームになってますよね。シュート前の一歩で勝負あったか。キレのあるスルーパスからの一発。そうですね、出しても受けてもバッチリでしたよね。タイミングがバッチリ合わないとこういったゴールって生まれないんですよね。これで今日のゲーム面白くなってきました。失点後の気持ちの入れ替えが素晴らしく早かったですね、はい、ここからリズム良くなりそうですよね。そうですね、そこ裏を狙っていきます。どうだ、あー悔しい。What is he doing there? What's that called? What's it like?先ほどからサイドバックが随分と高い位置を取っていますね。そうですね、全体的に押し上げるイメージで相手が引いている時なんかには有効な戦術になりますよね、うん、ただサイドの裏のスペースのケアは必要になってくると思うので、はい、中盤の選手が1枚下がってバランスを取るなどした方がいいですよね、うん、まあ攻守の切り替え、まさにこれがポイントですよね。そうですね、上げてくっつーだ。うわー、サイドをうまく使った攻撃なんですけども、ボールの出どころ、そして特徴的なシーンを作り出すこのゴール前のマーク、この辺をしっかり処理していかなければいけませんよね。フランスチャンスを迎えたシーンがありました。大きく縦へカンテ、ゆるく狙ったボール裏へのスルーパス、いいボールですね。ごめん、フランスボールです。ブランスパス、そう、長いサイドチェンジ、このボールに触ります。南野、ボールを下げてリズムを作るか。うん、南野、大迫、うん、大迫ですか。サイコロ、オフサイゲン、ここはいいプレスで奪います。ドルーズボール、
パーテにボールを入れます。スルーパスを狙う。素晴らしいパス。ワンゲー、ああ、来た、勝ち越し、フランス。今のゴールシーン、中盤で奪ってからの攻撃、いかがでしょうか。いや、チーム全体で非常に強く攻めますよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、基本になるような見事なカウンターアタックでしたね。さあ、フランス、ここでリードを奪いました。南野カンテ、カウンターを仕掛けます。このボールはカットされます。ディーニュ、すごい、橋本、さあカウンタースピードを上げたいところ、ここは通しません。近辺で長いボール縦へ、さあフランスボールです。酒井から吉田、裏へ届くか、うん、吉田から中島、シュート、どうだ、ダメか、うわ、しかしボールは左へと逸れていきます。この辺ね、走れはしないけども、右のところ狙ってますよね。うん、ね、何このリアクション？No, 中島。They have a nice angle in there. It's me. パバール、スルーパスを出す。リード入りますよ。まずい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 。トマ、どうしたんですかね。はい。ディーニュ、ここは一旦バックパス、キーパー前へ蹴り出します。柴崎、このボールをカットします。さあ、つながるか、いいボールでしょう。うまいですね。ここはクロスした。どうだこのシュート。フランスは先ほどと同じようなフィニッシュでしたが、決めることができませんでした。この時間帯リズムがいいですよね。決まってもおかしくないようなシーンが先ほどから連続してますからね。ベンゼは今のチャンスはものにすることができませんでした。南野、堂安、日本がこの残り時間ビハインドでの状況でどういった意識が大事なんでしょうか。そうですね、点は入らなくても意識を犯さない程度に。これはすごい。ここは大きくクリア。危ないシーンでした。日本がメンバーチェンジをします。起きましたよ。裏のスペースを狙う。フリーだ。コース空いた。柴崎。中島から大迫、裏を狙う、これはどうだ、フリーで受ける、シュート、あんまり止めか、キンペンベ、ディーニュからムバッペ、スルーパス、あー、いいオーバーラップですよ、うまいですね、まずい。いやー惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。日本いい位置でフリーでしたからね、ここは決めておきたかったところでしたよね。前半終了です。非常に良くなるファーストハーフでした。サワーワンゴール。しかし高田さん、ゴールシーンが目白押しとなった前半、激しかったですね。ですけどまだ 2-1 ですから、お互いに気を抜けない点差ではありますよね。次の1点がこの試合のポイントになりますよ。
日本としてはまだリードされてますし、早くから仕掛けてくると思いますよ。フランス対日本それでは引き続きゲームをお楽しみください。さあ、ご覧のようにセカンドハーフスタートしています。日本としては早めにペースを作っていくためにも、この立ち上がりを過ごしたら必要になってますよね。そうですね。カウンター来た、いけー、惜しい。ディフェンスの看板のプレーにしっかりつけ込む、いいシュートでした。フランスは嵐のようなカウンター、なんとかしのぎました。全体的にコミュニケーションが取れていないので、ああいう崩され方をするんでしょうね。それにしても今のシュートミスは助かりましたね。酒井、橋本へ、橋本から伊藤、教わってフリーだ、シュート、うん、ディーニ、伊藤対応します。来ましたよ、スペースを狙う、素晴らしいパス、どうだ、日本再び追いつきます今のはあっという間に決まってしまいましたね。これはお手本のような綺麗なカウンターでしたよね。前線の今の動き出しは常に狙っておかないとできないですからね。タイミングも良かったですよね。南野、今日2点目のゴールです。日本が今日はよく粘ります。サポーターも嬉しい展開、素晴らしい攻防を見せてくれてますよね、はい、やっぱり得点が入る試合っていうのはスタジアムが非常に盛り上がりますよね。そうですね。フランスは今のはなんとか相手のカウンターをしのいだというシーンでした。今日これが初めてのコーナーキックです。フランスはここクリアで難を逃れます。フランスとしては先ほどから守備がマークの相手に対して一つ距離を置いて構えてますけども、背後のスペースを意識してるんですよね。これはスルーパスの対策ということになるんでしょうか。そうですね、浮かせたスルーパスなんかにも効果的ですよね、うん、ただ常に相手と一定の距離を保つマークをしているので、だんだんラインが後ろに下がってしまうんですよね、はい、そうすると中盤にスペースができやすくなってしまうので、ええ、しっかりと味方の中盤がボールに寄せて起点を潰すケアが必要になってきますよね、うん、まあその相互理解がないと穴が開いてしまうということですね。そうなんですよね。ラビオ、カンテから長いボール縦へと、これはつながりません。ムバッペ、ムバッペからのフィードボール、グリーズマンからのスルーパスは通りませんでした。裏を狙っていきます。待って待って待って、柔らかいボール、さあ進みました。柔らかいボールなお、ここもボールの動きが激しいものがあります。ちょっとダメ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 、すごい。これは一瞬のスペースを見逃さず、グラスの判断ができた結果生まれたゴールと言えますね。やっぱりね。そうですね。しかもシュートの最高でしたよね。相手の守備はその前にもう対応を超えてましたからね。結果的に当ててはいけないエリアにバイタルができてしまいましたよね。しかしこういうチャンスを追って決めるあたりが素晴らしいですよね。さあ、フランス待望の1点をもぎ取っています。これはつながりませんでした。遅いね。日本としてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。はい、そう、積極的にいきたいですね。長いやろパス、スルーパスを狙う、どうだ、
本当に一連の流れスリーパスを受けてからのシュートです。ディフェンスライン解除ですね。チャンスありましたね。フランスは今のカウンターよくしないだと言っていいんでしょうね。うん、ノーマルで、ごめん、スペースを狙う。え、ダメだ。日本、これは奪い返します。うん、後ろに戻します。厳しくチェックされてましたし、まあ大切じゃないでしょうね。あー、まずい。肩を仕掛けます。かわした。さあ、勝負だ。このクリアボール拾いたい。ゴンダ様、判定ちょっと待って、判定からグリーズマン。もうやだ。ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。うん、ああ、オフサイドですね。フランス立て続けに選手を入れ替えてきます。残り時間は10分を切っています。さあ持っていく攻めの姿勢です。裏を狙う。ここもオフサイドになります。まあオフサイドが多いですけどもね。ラインの裏を狙う姿勢はいいことだと思います ね。一度通ってしまえば決定的なチャンスになりますからね。酒井、右サイド上がっていきます。ここで中へ切り込む。自分で行くのが違う。もう一度奪ってカウンターを狙うしかないでしょうね。前線からプレッシャーかけたいところですよね。あ、すごい。日本としては時間ないですからね。ここはシンプルな攻撃でもいいと思いますけどね。スルーパスを出して遅い。大事に行きたいですね。ここ富安、伊藤、本日ワンアシストです。いけ無理か。もったいなかったですね。もったいなかったですね。最後まで諦めてませんよね。よし、あ、ダメか。いい位置で奪ってのシュートでした。しかし相手のディフェンスは緩慢なプレーになってしまいました。最後のチャンスになるか。ユカエルなんです。ここで笛です。3対2、負けました。日本惜しくも僅差で敗れました。さあ終わりました。日本としては最後まで追いつこうという意思を見せましたよね。